北側路頭を向かって左から両桁体、明るい茶色の熱水変質脈、黒っぽい断層が宇治層、少し緑かかった南側帯。黒っぽい断層が宇治層と南側帯の間にある、細い白い線が境界。北側路頭は、長野県下稲郡大鹿村、下塩、下塩川左岸にある中央構造線の路頭。南にある安光路頭と合わせて、日本の地質百選。 国の天然記念物である。中央構造線は、西側に、白亜紀に、低圧高温型編成作用を受けた、両桁の編成岩や、花崗岩、東側に、ジュラギの深体が白亜紀に、高圧低温編成作用を受けた南側体の、編成岩が接する断層であるが、北側路頭では、その定義通りの姿を観察できる。路頭に向かって、右側の黒っぽい岩石が、 南側帯の岩石、左側の薄い白っぽい岩石が両桁帯の岩石である。断層の動きで破砕変質した部分の内両家帯の白っぽい部分は約1200万年前に熱水による変質を受けた部分。これは少し北の中央構造線上にある溝の口路等に軽腸質岩脈が干入した時期に相当し、この時期に中央構造線に沿って 大きな変化があったと推定される。この路頭のぎ取り標本が路頭近くの大鹿村中央構造線博物館に展示されており、また同館ではウェブサイト上にて北側路頭を含む中央構造線に関する情報を公開している。ありがとうございます。